も始まりました。で今日はですね、ハウス洗濯のアドバイザーにちょっとお話を聞いていくというところで、で本日からなんですけど、美少女図鑑の福原天さんに新しくアシスタントに来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあちょっとなんかリスナーの方に自己紹介していただいてよろしいですか。はい、皆さんはじめまして、仙台美少女図鑑の福原天と申します。本日はよろしくお願いします。お、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、なんか福原さん、なんかこうアピールポイントっていうか、はい、何かあるんですか。これが得意だよとか。そうですね、自分はちょっと野球とかスポーツが大好きなので、はい、ぜひスポーツのお話をたくさんできればなと思ってます。あ、そうなんですね、アスリートだったっていう、はい、いや、アスリートプロ野球スポーツ大好きなので、はい、あ、観戦の方ですか。そうですね、自分もちょっとバッティングセンターに行ったりはするんですけど、なかなか打てないので、はい、コツとかあったらぜひ教えてください。おお、スポーツ好きっていうことでしたね、福原さん。じゃあ本日の先生にちょっとお会いしに行きましょう。はい、お、秋葉さん、おお、はい、今日のハウス洗濯アドバイザーの、はい、はい、秋葉さんの住宅支店の、はい、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、福原さん、いろいろ質問していきましょう。はい、ぜひ今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、じゃあちょっと着席してこれからお話ちょっと聞いていこうと思うんですけど、秋葉さん、簡単な自己紹介していただいてよろしいですか。はい、例えば宮城県でハウス洗濯、ハウスメーカー洗濯アドバイザーとして、活動している住宅支店のエースと申します。この名前はですね、YouTube で住宅系の情報を配信しておりますので、はい、はい、ちょっと今日はこんなポップな T シャツも着てしまったんですけれども、はい、はい、ぜひお話ししていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。で、福原さん、何かこう、あれですか、秋葉さんにこう質問とかって、はい、こう住宅とか、はい、若い人ならではでありますもんね。はい、そうですね、私自身ちょっと学生でまだまだお家を建てるっていう目標には届かないんですけど、はい、お家を建てる時のちょっと注意点だったりとかをちょっとお聞きしたいなって思ってます。あ、注意点。はい、そうですね、うん、秋葉さん、その注意点どうですか。これ気をつけた方がいいよとかっていうところですか、ね、そうですね、まあ、まだこうこれから例えば就職して、はい、こう結婚されてから注文自宅があると思うんですけれども、もういずれこう建てたいなと思うんであれば、見越して今のうちからインスタグラムとか、はい、ピンタレストっていうアプリとかで自分の好きなデザイン集めておくと、はい、後ですごい財産になったりというか。なるほど。そうなんですよ。ですか。よくこういうデザインがいいんですって例えばハウスメーカーに言っても、はい、なかなか伝わらないじゃないですか。うん、それをこんな感じでみたいな、こう写真見せれると、はい、だいぶこう伝わりやすくなったりするので、時間をかけてそういうのを準備したりっていうのも結構いいですよね。はい、うん、インテリアから決めた方がいいのか、それとも土地から決めた方がいいのかとか、はい、住宅を決める上でちょっとポイントになるところをぜひ教えてください。わかりました。家には順番がありまして、よく土地購入してからじゃあどういうの建てようかなっていう方も多いんですが、これ実はダメなんですよ。あ、ダメなんです。ダメなんです。一番やる順番は最初に建物どういうのが欲しいかを決める、はい、そして総額を決める、はい、で引き算した残りの金額で土地を買うっていうのは結構失敗しないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。最初お金から考えるんじゃないですか。あ、お金からでもまあいいです。お金と家ぐらいはいいんですけども、土地の最初じゃあちょっと失敗が多いっていうのがありますね。私土地から考えようと思ってます。あ、そうですよね。場所とか考えたんですか。場所を決めて、はい、こういうところでこういう風に暮らしたいっていうのを考えてお家を建てようかなと思ってたので、はいはい、ちょっと今はびっくりでした。そうなんですよ。例えばものすごい開放的なリビング欲しいよねと、うん、大きい窓取ってこう日当たりいっぱい受けたいよねって思ったとするじゃないですか、はい、でも例えば土地がこう東と南側がもう太い道路で常に車いっぱい通るとか、はい、人に見られちゃうと恥ずかしくてカーテン閉めちゃいますよね。そうですね、分けれないですね。なんでそういう方はそこに道路がないような土地の方が夢叶うじゃないですか。あ、なるほどですね、はい、なんで欲しい間取りを計算して土地を買った方が失敗で少ないんですね、はい、これあれですか、仙台だとどこの土地がどのぐらいの価格かとかっていうのは分かるんですか、秋葉さん。もう完璧にマスターしてますね。おすごい。それはちょっと聞きたいですよね。ちょっと気になります。気になりますよね。そうですね、土地 の, その、まあ、具体的に何坪かによって金額変わってきてしまうのはあれですけれども、はい、やっぱりこう人気なエリアとか、はい、高いエリアって決まっていて、やっぱりこう長松とかって大人気。え、そうなんですか。自分地元ですよ、長松。あ、もう大人気ですね。大人気。だ、逆に言うと、いやいや、もっと上杉とか、はい、一番町とかあるじゃんと思うかもしれませんが、あれってビル建つとこなので、
あ、家を建てるところ、家を建てるっていうよりは、結局あそこに建てちゃうと周りビルになるので、はい、暗くなりますよね。日差しが届かなくなる。そうです、そうです。で、長町ぐらいからだと、あの徐々にこう戸建てが建ち始めてくるってエリアで、はい、やっぱ今一番高いの結構長町とか、その先の富沢とか、うん、今再開発進んでますもんね。あの辺は太い道路が今後で、あの、どんどん繋がっていくんですよ。そうなんですか。ですあの郡山からあの富沢を抜けて、はい、あのさらに今ニーパールクを突き抜けて、いずれ折り立てまで繋がるっていう道路が計画なんです。そんなに、あそこまで。そうなんですか。っていくとものすごい便利ですよね。便利ですね。はい、ニーパールがより活性化するので、まあ、すごく高いです。へえ。なんか福原さん的に住みたい場所とかっていうのもあるんですか。そうですね。逆に聞いてみたいです。そうですね。なんだろう、やっぱり落ち着いた場所がいいなと思ってるんですけど、はい、やっぱり地下鉄沿線のところだとやっぱり新井とかもちょっと気になるなと思ってます。おお、はい。こっち。新井も今すごい人気ですね。やっぱりあの高低差あまりないので、はい、あの雪が降ってこう滑るとかも少ないじゃないですか。あ、なるほどですね。高低差がなければ。高低差がないので。なんで、すごく、あら、今人気で、新しい家が建ってるので、すごい。ちょっと地盤弱いのが弱点なんですけどね。あ、そうなんですか。地盤はちょっと柔らかいので、はい、結構追加かかります。その、硬くする更新に。え、そうなんですか。そうなんですよ。プラス200万ぐらいは見といた方が。え、結構かかりますね、固めるの。結構、あらいは行きますね。はい。土地にもよりますが。ただ、あらいだと、今まだちょっと安いっていうのもあるんですか。富沢とか長町と比べると。まあ、比べれば、はい。安いですけど、やっぱり仙台全体から見たらかなり人気な。え、そうなんですか。です、新井ですとか。ちょっと津波とか、あの災害ってところでは、新井ちょっと周辺は怖くないですか。いや、逆にですね、はい、仙台で安全な場所って、はい、あの伊達政宗が町を作ったとこぐらいしかなくて。青葉城あたり。あの、つまり町中、この仙、そう、城下町ってもともといいところにやってるんですけど、はい、やっぱり小鶴神殿とかも田んぼで地盤柔らかいですし、はい、八木山行くとこう雪とかで滑りやすいですし。え、そうなんですね。やっぱそうですね。あとはこう断層っていうのも、岐阜長町断層っていうのもあるので、はい、その下は全部地震直下で来る可能性あったりとか、結構仙台はどこでも何らかのリスクがちょっとあるっていう。そうなんですか。そうなんです、実は。あ、じゃあどこでもまあリスクはちょっと考えてなければダメってことなんですね。ダメっていう感じになってきます。はい、あと聞いていきたいのはあれじゃないですか。マンションとか、あの、一戸建て、どっちを買うべきかとかってどうですかね。そうですね。あの、これ、僕もあの動画で賃貸 VS、あの一戸建てっていう動画を出してかなり物議を醸したんですよ。はい、ずっと借りた方がいいのか、はい、買っちゃった方がいいのかっていう。で、これ結論から言うと、はい、県に寄ってしまって、例えば東京だったら買っちゃうってもう高すぎるんで、あ、一戸建てを買う、土地がめっちゃ高い、家も高ければ払っていけるのかとか、やっぱ東京だったらで賃貸が有利なんですよ。はい。けど結構地方に行くと、はい、あんまり借りるよりも、はい、その建てちゃった方があんま変わんなくないっていう土地もあるわけですよ。あ、そうなんですか。ええ。なんでそしたら建てた方が絶対お得になるわけじゃないですか。はい、財産自分の、そうですよね。そうですね。で、ちょうど仙台がハーフって言われていて、ハーフ、その、そこそこ都会ですし、はい、そこそこ田舎でもありっていうところなので、結構仙台は結構議論すると面白いというか、なので、いやいや、僕たちはやっぱり防犯性しっかりしていて、中にフィットネスジムが欲しくて、はい、あの、高いところで、こう、下をこう、いい景色で住みたい。で、あんまり車は使わない、ほぼ地下鉄って方はやっぱマンションが圧倒的に人気ですし、はい、やっぱり車2台止めたいよねとか、庭で維持したいよねって方が戸建てっていう、結構仙台はちょうど半々っていう感じですね。いつかお庭でちょっと、はい、ベランピングじゃないですけど、バーベキューとかそのキャンプをちょっと楽しみたいなって思ってるので、やっぱり戸建ての方がいいかなって思うんですけど、やっぱりちょっとなんかいろんなところをちょっと試してみたいなっても思ったりするので、ちょっと悩みますけど。なので今やっぱりお若くて素晴らしいので、その今ちょっとこう一人暮らしで例えばアパート住んでみて、はい、またしばらくしたらこう、ね、マンション住んでみてとかやってみると、はい、結構その選択肢が広がるので、はいはい、結構これから試してみるのがいいと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあ、あれなんですか、最初はそのマンションから入って福原さんとかも戸建てに移るっていうのが理想形なんですか。もうありがとうございます。一回住んでみて経験するのが一番よくて、で、はい、今戸建ての賃貸というのもあるので。戸建ての賃貸中古住宅今結構貸してるんですよ、仙台でも。あ、そうなんですか。なんで一回戸建てに住んでみるっていうのは実はできるんですね。
あ、できるんですか。そう、できるんです。ちょっとお試しで。お試しで。はい、住んでみたいです。はい。で、やっぱどっちがいいかで、やっぱマンションでもいいですし、建てちゃうっていうのも全然ありですよね。あ、なるほどですね。そうなんです。ただやっぱりコロナ禍で今あれですね、その、音問題とか。音問題、騒音？やっぱこう、集合住宅だとこう、家で仕事してるとか、結構音気になったりとか、はい、あとやっぱりこう、庭いじりとか、あとさっき言った、あの、ちょっとキャンプ、はい、お庭でちょっとキャンプしたりとかっていう需要がかなり高まってるので、はい、コロナ禍で需要、住宅建てたいって方が増えてきてるかもしれないですね。あ、そうなんですか。結構割合的に増えてます、最近。あ、もう自宅で仕事ができるからですね。はい、音気にならないよねとか、近所。確かに。やっぱテレワークが増えてきて、ちょっと作業音とか気になっちゃったりするので、そうですよね。はい。お部屋の数も多い方がいいなとか思ったりしてます。そうですよね。はい、あとあれですよね、構造とかも気になりますよね、はい、SRC とか RC とかってなんか構造なかったでしたっけ、木金あります、ね、ありますよね。今一戸建てですとほぼ、はい、ほぼ木造、木造、ほぼ木造なんですが、まあ、少し鉄骨、はい、でほんと少しあの RC という鉄筋コンクリート、はいはい、ただほぼ木造が多いですね。あれ、これによっても料金も変わってくるんですか。そうですね、まあ、一概に、まあ構造で言うと一応一番高いのは鉄筋コンクリート、はい、次が鉄骨、次が木造っていう感じですが、はい、木造ですごい高いハイブランドメーカーもあるので。あ、そうなんですか。ハイブランドメーカー、はい、なんかこうグッチみたいな、あ、あるんですか。エイミス、グッチみたいなメーカーもあるんですよ。あ、どこのメーカーになるんですか、そういうグッチ的な存在は。そうですね、これまたこう、え、そうなのって方いらっしゃるんですが、はい、結構やっぱり三井ホームさん、あ、三井ホーム、三井さんとか、はい、あと住友林業とか、お、積水ハウスさんとかは、はい、こうハイブランドメーカーですね。あ、そうなんですね。ダイワさんとか三沢さんとか、はい、パナソニックホームズとかもハイブランドメーカーです。そうなんですか。そうなんです。びっくりですね。なんで、はい、あのよく高いですよねとか言われるんですが、はい、まあって言えば、あ、グッチなんでみたいな感じで僕もあって。あ、そうなんですか。そのそれぞれのメーカーさんの強みとかはありますか。はい、あります。全然違うので、やっぱりでもあの鉄骨木造で分けると、やっぱ積水ハウスとか、パナソニックホームズとかダイワさんとか鉄骨なんで、はい、地震にはもうめちゃめちゃ強いですよね。なるほど。もうムキムキです。ムキムキ、ムキムキへで、実際こう住んで暖かいとか、はい、夏涼しいとかで考えると、やっぱりあの木造がちょっと今強くて、うんうん、木の方がやっぱ熱伝えないよねっていうことで、あの一条工務店とか、スウェーデンハウスとか、はい、こっちだと土屋ホームとかやっぱ強かったりするっていうのは、へ、結構メーカー違うんですよ、特徴が。面白い。だからそれこそブランド、ユニクロとかじゃないですけど、大衆的なブランドっていうとどうなってくるんですか。あ、そうですね、なので買いやすいっていうか、そうですね、それの人が物はいいけど、はい、金額が結構抑えられてるっていうのは、例えばアイフルホームさんとか、あ、そうなんですか。クレバリーホームさんとかは、はい、まあ、全然デザインもおしゃれにできますし、あれでもちゃんとこう、なんでしょう、こういいものをなるべくお金を安くみたいな、本当にユニクロみたいな感じで出してくれるので。あ、そうなんですね、アイフルホームとか。で、逆にタマホームさんとかですと、かなり金額が抑えられているので。へぇ、そうなんです。その結構若い方でも買いやすいとか。お、ありがたいです。じゃあ福原さんとか。そうですよね。そっち系ですよね。タマホーム来年、はい、ぜひ。これ、秋葉さんのおすすめとかもありますか。その工務店っていうんですか、はい、うんと、どこが、まあ、その前は僕も大手ハウスメーカーにいたので、その、はい、売るものがあったんで、それをよく思わなきゃいけない、売らなきゃいけないと思ってたんですが、はい、やっぱり辞めて一人になって、本当にどこがいいんだろうっていうので、もうとことん調べて、はい、全部こうパラメータ化したんですけども、はい、ただ、結論が出てしまうと。